47都道府県ご当地事件簿、鳥取県、鳥取連続不審死事件。平成21年10月7日、鳥取市内で電気店を経営する A さんが、市内を流れる真似川にて、溺死体となって発見される。A さんは死亡する前日、元ホステスの U という女に会うために外出し、そのまま消息を絶っていた。警察は、U の周囲に聞き込みを行い、彼女に関するとある証言を手に入れる。あの女の周りでは、何人もの男が不審な死を遂げている。5年前の平成16年に、U と交際関係にあった新聞記者の B さんが自殺したのを皮切りに、彼女の周囲では計6名もの男性が死亡していた。平成21年11月、鳥取県警は、4人目と5人目の男性の死亡に関して、U を強盗殺人の容疑で逮捕。U は犯行を否認し続けたが、平成22年12月4日、鳥取地裁は彼女に死刑判決を言い渡した。令和5年1月14日、U は拘置所で食べ物を喉に詰まらせて死亡。6人の死については真相がほぼわからないままとなっている。